文句やった後これめっちゃきつい。いや、めちゃくちゃハードですよ、これ。うわっ、絶対足パカ、クソだ。あのリングコンない人は水入ってるペットボトルでやるとめちゃくちゃいいですよ。これめっちゃきついんすよ、腕が。リングコン、あとなんかちゃんとした覚悟にしないと点数全然上がれへんから、100点出すためにはちゃんとした覚悟をリングコンで出さなあかんくて、はい、私は腕とお腹を中心にやりたくて、足は筋肉つけたくないから、そこを中心に今カスタマイズして、アドベンチャーモードよりもカスタムモードを私は常にやっている感じです。あー、しんどい腕。なんか回数とかも結構きつ、負荷で変えれるから、ういもうこれきたな、これ。
はジョギングですね。いいよ。あれ。あ、ミスった。これきついねんな。結構ゲーム要素強いから楽しいんですよね、リングフィットって。楽しみながらほんまにきつい筋トレできるみたいな感じかな。よっ、よいしょ。外に出んくてもジョギングできる。よいしょ。よっ、駆け足してる。これ足はリングフィットをつける足に装着するやつがあって、それをベルトでつけてるって感じですね。よいしょ。何キロ走ったかとかカロリーも出るからめっちゃおすすめですよ。死んだ。はい、足にもつけてます。このスクワットが一番きつい。昨日飲んで食べちゃったから家でちょっときつめになる。死んだ。あ、出た。うわ、きつい。
か別にゲームオーバーとかは危ねないんですけど、ただスムーズに進まんくなるっていうだけですね。ぶつかっても家でできる運動っていろいろあるけど続けへんから、私持続性がないっていうか全体的に飽き性やから、すごい怖いの。あともう一回走ります。これはお腹とお腹のシェイプアップの、これはジョギングですね。今回は。何キロやったっけな、がを走れるコースですね。4分ぐらい走るやつ。始めます。リングコンは使いません。安全な場所に置いておきましょう。体の前で手を組みます。手のひらを前に出しながら背中を伸ばしていきましょう。ゆっくり体を戻します。腰の骨を支えるように手を当てます。上半身を後ろに傾け、お腹を伸ばしていきましょう。腰の後ろ側を手のひらで支えると安定します。ゆっくり体を戻します。足を広げて両手を上げ、左の手首を使います。ちゃんと息してくそうな。手首を引きながら体を右に倒し、体側を伸ばしていきましょう。体を戻
して手を入れ替え反対側に倒します。はい、体育の準備運動みたい。ゆっくり伸ばしましょう。いやさ、社会人になると運動せえんくなるからさ、こういうストレッチもやらんくなってくんねんで、ほんま。ゆっくり体を戻せ。よいしょ。左腕を横に伸ばし、右腕で抱えるようにします。腕を引き寄せ、左肩の筋肉を伸ばしていきましょう。見てる、こっちまでしんどくなった気がする。わかるわかる。ねえ、ちょっとプロテイン反対側もちょうど切らせんのやったっけ。 BCA しかないな。 BCA 先飲むべきやったな。腰が一緒に回ってしまわないように注意しましょう。必須アミノ酸。ゆっくり体を戻します。右足を前に出して腰に手を当てます。はい、右の膝を曲げ、左足のふくらはぎを伸ばして。運動線でもストレッチするだけでも全然違うよな。どう思う、このご時世の。足を入れ替えます。重心を前に移し、反対側も伸ばしましょう。これめっちゃ気持ちいい。ゆっくり体を戻します。ストレッチ終了です。お疲れ様でした。おつしたね、BCA 取れちゃうよね。あれ、これな、1時間で切れんやったっけ。あともう1セットできんな。やっちゃおっかな。ちょっとお水飲もう。いや、怖い。名前、ゴリラウホーゴリラ。私、所詮なんか50キロぐらいしか消費できてなくて、14分しかさ運動しないからさ、もう一回やろうかな。違う違う、ゴリラ、リングフィットはゴリラかなって感じ。何言ってんやろ。もう脳が、血液脳に回ってない。お、私も洗濯干したら一緒に運動します。めっちゃ汗かいてる。こんだけ、そうやで、そんだけやって50キロカロリーやで。アイス1個300キロカロリーぐらいあるからな。糖質なんか40とかあんねんで。もう恐ろしいけど、私は食べたいから運動する。どれにしようかな。なんかお腹中心の自分で作ろうかな。もう一回腕も欲しいから、これやっぱ効くねんな。これと下げてプッシュめっちゃきついんですよ。これ、このこれ、バストアップ、肩こり解消、これがいい。で、腹はニートゥーチェストと、間違えた、レッグレイズ。腹中心がいいから、いや、プランきついねんな。ポッコリお腹解消、スッキリ美脚、これめっちゃしんどそう。やり方もだばからんな。 で足いらんねんな。あ、でも太もも欲しい。間違えた、ちょっと操作性が全然。
桃で、うわ桃でリングコン押し込めって、きつそう。あ、ヒップアップ欲しい。もうこれ鬼、これこれ鬼、もうヒップリフト、桃でプッシュかな。